はい、どうも、この週からです。やっていきましょうかね、ビルダーズ。2章入ってからの、パート2ですかね、2章の。いきましょう。キョラさん、ママをご覧になりましたか？毒に侵されきったこの島の姿を。やばいな、確かにこの島。見て。とんでもない、でも。住んでいた人々は大部分が亡くなり、生き残った人々もほとんどが病に苦しんでいます。どこにおるね、人々。キョラさん、私は病に侵された人々のために、患者様をお迎えする病室を作りたいのです。おお、病院作り。うわ、おもろそう、病院作り。ああ、全然ちゃうな、第一章と。病室を作ることは私の長年の夢でした。どうか私の夢を叶えてください。ってことはこれ、病院の施設ってことは、教会とかそっち系も作っていくってことかな。エルの設計図をお渡しします。どうか設計図の通りに病室を作ってください。ああ、ピリの設計図と同じや。来たー、エルの設計図ー。ああ、ここバランスよく階段置いてくれとるやん。あ、ここも階段かっこええな。お、なんか寝るとこあるぞ、これ、地味に。あ、あった。光っとる。あれ、取れへん、俺。取れへん、俺取れへんぞ。なぜだ。理由は簡単だ。どこ、こんなに植えとくか、これ。とりあえず植えとこ、これ。とりあえず植えとこ。じゃあ、とりあえず、まあ、部屋作るか、一体全体ね。まあもうこれで、扉を作れば、あとはもう終わりなんやけど、扉作れるかな？扉、どこだ？わらの扉あった。カンカン、カンカン。カンカン、カンカン。まあ、とりあえず最初に作っておきましょうか、これも。これ寝れるんでね。よし。ペン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 。寝ましょうや。もう大丈夫、大丈夫。おいおい。ふざけんな、ふざけんな。おいおい。お、魔物が。入ってくんなって、おい。おい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 。入ってくんじゃねえよ、苦手な声どこも。邪魔や邪魔。一緒に寝ようぜ、ちょっとエル。よし。おい、来んなってもう。来んな、来んな。来んなってもう寝るって。おいおい、待て。おお、強い、エル強いな。なんか投げよるぞ。手裏剣使いか、お前。何投げよ、あれ。強え。エル強っ。めっちゃ強いやん、エル。石ぶつけおったで、さっき。病室作ってください。寝たー。寝よ。はぁ。初めての夫婦生活始まりました。ただ、エルが強いっていう事実。あー、かわいいね、エル。起き上がりました。むくり。ただ、じゃあ作りますか。この辺ちょっと整理しよう。邪魔やろ。条件いい。収納箱欲しいな。っていうか。収納箱作ろう、先。収納箱がめっちゃいるわ。これがいるな。とにかくこれがいる、一個。これはもうこの近くに置いとこう、この。作業台のとこね、置いときます。で、ここに素材を預けとこう。とりあえずね。素材系ね。まあ、この辺預けとけば多分大丈夫でしょう。ブロックは素材じゃないから、ま、ええわ。よし。ほほ。よいしょー。さて、設計図をどこに置くのか決めましょうか、まあ。とりあえず邪魔だな。お前ら邪魔だな。よいしょ。もう邪魔だな、これも。よいしょ。どんな大きさなの？病院って。病院ってでかいやろ。もう邪魔やって、これ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。ほい。ですな。どうしましょうかな。地下に置くっていうか、その、ここ埋めときたよな、まずとりあえずな。病室作るにしてもやで。ここ埋めとかなあかんかな、絶対に。よし。てか、この下は何なんこれ。これ土なんこれ、下は。一応土か。なんか色がなんかおかしい土なんか、これ。なるほど。あ、雨降ってた。なんか雨降ってたぞ、これ。マジで雨降るん、ここ。この地域。この地域雨降るんすか？ほい、ほい、ほい。どうだ？いよいよ、置いてくよ。よいしょ、よいしょ。こっちか、作ろうか、病院は。あ、でもここ、水があるな。水源があるぞ、ここ。温泉か、ここ。もしかして。
温泉作るってこと？ここもしかしてこれ、ここに。てかな、このさ、分かれてないの？どこまでが、その、光の、おぼすめす場所なんか。あー、一応乗っとるんか。色変わっとるな、確かに、ちょっと。なるほどね。まあ、じゃあ、ここちょっと、上げて開けとく？え？拠点狙うモンスター現れた？どこどこどこ？どこ？うわ、ないこいつ、こいつ、こいつ、こいつ。ドロルやん。来んなって、来んなって、来んなって。ヒットアンドウェイ、ヒットアンドウェイ。へい、へい。お！ネバつく液体。じゃ、ここ作ろうか、とりあえず、じゃあ。場所的にはまあ、あ、ここまでか。ここまでなんで、ここに土置いていきましょうか、じゃあ。ここまでですね。ここまでなんで、ここまで土置いていきまーす。ほい、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 ほい。よいしょ。よいしょ。オッケー。で、ここまあ、道作っといて、よいしょ。よいしょ。よいしょ。オッケー。オッケー。まあまあ、これはね、やっとく必要があると思うんで。ここまでですね、多分。ここまで。オッケー。というわけで、ここに作りまーす、病室。どれぐらいの大きさ？あ、結構、あ、横長か。じゃあ、ここかな。やっぱ、端っこかな、やっぱり、この辺。この辺に作りましょうか、じゃあ。ちょっとね。あ、ちょっと、一個開けとこう。外壁と、変えたいね、今回は。よし、ここに作りまーす。じゃあね。見よう。土64個と、タライ？タライラマ54世か。いけばな。ほうほうほう。結構いるな、なんか。扉が2個いるぞ、まず。なるほど。入り口が2個いると、まず。結構必要やってことが分かった、今回。採取いかなあかんぽいな、素材の。素材、素材、素材。何もいらんな。結構必要っぽいから、まあまあ。根気よく集めていくか。まあじゃあ、とりあえず扉やな。扉が2個いる。コン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 。コン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 。で、タライがいったな、タライ。なんだ、タライって。タライとか見たことねえぞ。タライはなんなんや、タライ。あった！紐か！ほう。紐男がいるわけね。ツタ！ツタがいるんか。なるほど。それ何がいるか軽く見とこう、ちゃんと。まあ、扉とりあえず置いてみよう。よいしょ。よいしょ。タライはツタがあったら OK と、土もいっぱいいる。焚き火があるな、焚き火。置いとくか、じゃあ。焚き火じゃあ、この辺置いとくかも。焚き火じゃあ燃えときましょうか、先に。こうですね。よいしょ。焚き火 OK と、生け花も多分あると。生け花はあるよな、多分俺。なんだこれ。生け花あるよな。木のベッドか。あー、ベッドが木のやつがいるんか。で、なるほど、OK。OK でーす。土でーす。その前に武器欲しいでーす。武器いりまーす。武器作るでーす。武器作るでーすやな。大き土作っとこうか。これでまとめて土買っていこうかなと思います。一瞬で集めてやろう、俺が。ほい。で、作業台も持っとこうか、一個。キキンシャ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 。作業台を持ち歩くという技術を俺は、お、いけばな。あ、ピンクの、花びらのでいけるんか、これ。なるほど。これでいけたんか、いけばな。あ、わらベッドには、木のベッドがいらんでしょ、これ。いけばな、どこだ。え、ここ？ちゃうな、なんか。なんか足りひんな。あー！昨日机置いてからいけばなや。まあ、ええわ。最終、最終、最終。でででん、でるるる。よし、行きまーす。んでありゃー！とい。とい、とい。とい。よいしょほい。まあ、64個ぐらいこれで集まったかなと思います。オッケー、集まった、64個。よし、まあ、これぐらいにしておきましょう。さて、行きましょう。ツタが欲しいので、ツタを探しにまず行きます。どうしたなんか持ってたへんのか。ツタがないな、ツタ。ツタカタッタッタン。どこだー、ツタッタどこだー、ツタはどこだー。あ、なんかあるぞ、ここ。
なんだこれ、怪しいな。読む？カセルの文字何か書いてある。このリムルダルの地はヘルコンドルによって支配されている。うわ、ここボスヘルコンドルか。聖なる雫で病を癒し、ヘルコンドルを倒せばリムダルの光が差すだろう。しかしそれは所詮我らの力ではかなうことだ。頑張ろうぜみんな。ツタがないな。どこにあるのツタ。てか洞窟あるやん。行ってみよう。先に行ってみよう。なんとも怪しい洞窟じゃないか。ん？何ブロックこれ。なんなんこれ。あー、毒沼の土か。めっちゃ黄色の花びらがある。取っとこうか。まだいるかわからんが取っとこう一応。おっ。へい。へい。へいへい。よーし。よし。なんかありそうやけどな、ここ。これだけなわけないやろ。粘土。これだけ？しょぼい。まあ、使うかもしれんが、一応取っとくか、この黄色の花。何に使うかわからんけど、まあ、使う可能性があると考えて、取っときまーす。粘土はいらんか。よし、まあ、これぐらいにしとこうか。よし、戻ろう。とりあえず、伝わこんが欲しい、最悪。もうちょっと先行ってみるか、ちょっとじゃあ。先に攻め込むべし。ちょっと夜になってきたぞ。まずいぞ。ったどこだよ、つた。ただ、この辺履いてるんか、つたとか。なんかさ、この辺に履いとるもんなんちゃうん、つたって。つたっぽいところ。なんかあそこまたあるぞ。つたがないな。どこにあるのか、つたが。ツタを探さないといけないんですけど、ツタがあんまないんやな、パッと見。パッと見当たらんっていう。どっかないか、ツタ。ツタどこだ？どこにあるんじゃい、ツタ。お、光の元へ行こう。これどこや？またなんか来たぞ。あ、倒れとる人が。もうダメ。ガハガハ。あたい、これでもう終わりだね。兄、ケイシ、中帰っておくれ。病人ケイシ発見した。お、担げる。読む。読み日記に何か書いてある。この先に毒の病をもたらす者がおる。奴から病原体を採取できれば、毒の病を癒せるかもしれぬ。しかし、あの巨大な泥には我々人間では勝てないだろう。何？え？そんなことでこいつ担いでいった方がいいんちゃう？なんかこいつ毒暗いやんけ、なんで？てかめっちゃ暗いやん。暗すぎやないかい。帰ろう言ったら、とりあえず帰ろう。スターの歯を探しに来たらなんかよくわからんけど、病人を発見したっていう。え、これどうやって帰るん？スターの歯がねえんだよ、スターの歯が。スターの歯くれ。ん？誰がよ？ドラキーか。でげでげでげ。スターの歯を求めて3000里。どこにあるんや、スターの歯は。結構あんな適当にやったんやけど、いつも。おやめろやめろやめろ。お前らやめ、寝とけ寝とけ寝とけ。こいつらなんどんだけあんねん、ほんま。俺の家どこや？あそこか。オッケー！帰るよ、今帰るよ。やばいやばい、毒攻撃やばい。ドロールの。毒の粒でみたいに投げていっけよ、あいつ。気持ち悪いやつやわ、ほんま。行くぞ！てか、明かりもっとつけた方がいいな、俺の家。俺の家分かりにくすぎやろ。明かり少な、俺の家。我が家明かり少な。これダメだわ。おう、光様。ほうほうほう。ごほうごほうって。敵追われてる俺。やめろやめろ。やめろ。寝させろ俺に。寝る。寝させて寝させて寝させて。どけよおっさん。邪魔やもん。お前もうこの辺おれ。よし。死んどけこの辺で。ふぅ、寝よう。いや、夫婦で寝よう。いいね。デレデーン。あいつなんなんやろね、あの病人。あの病人はもういずれイベントで多分回収するはずのやつだったんやけど、先に行ってもたっていうやつか。よし、作っていくぞ。土は集まったから、まあ、とりあえず土置いてみようか。一気にそれらしくなるはず。ぐっとそれらしくなるはず。あ、なってしまった。
ラスト土置いてからちょっと終わります。今回はいや、やっぱ土置いても作ってまいたいな、これ全部病室作ってまおうか。ちょっとね、時間延長しますけど作ってまいます。ほい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 よほほいよほほいよっ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 、お、空き部屋完成でーす。完成しました。タライラマはまだやから、生け花も、木の机、木のベッド。木の机と木のベッドぐらいいけるんちゃう？これもしかして。何が足りんの？木の机と木の、お、いけるやん、普通に。コン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 。木のベッド。あった。太い枝が足りん。おお、まあ簡単やん。楽勝じゃない、靴が。じゃあ、あとあれやん。ベッド2個やから、太い枝3つか。こうか。太い枝6個とツタさえあればもう OK と。ツタも左にあるっぽいな。俺見えたわ。多分ツタ左やわ、これ。じゃあな。とりあえずツタは左にあると俺は見た。うん。見えたり。OK。枝を。枝。OK。あと3つで枝。完成ね。よいしょ。土は結構いるからな。土は何個あってもまあ結構足りになるっていう。終盤もいるかな。よいしょー、行こう。まあこんなんも取っとくべきやな、なんとなく。ツタこの辺あるんじゃん。あ、これツタやん。すげえ微妙なとこあったわ、ツタ。よし、綿毛。綿毛も今回新しいやつだから多分使うと思うね、クエストで。結構強いんけ。結構強いんけ。おい、危ない危ない危ない。モンスターの卵落とすんか。キメラの翼落とせよ。オッケー、集まった。オッケー。あと太枝、太枝、太枝、どこや。取れへん、インゲン。太枝、どこや。太枝。太枝、どこだ、太枝。ないぞ。太枝がないぞ、ないぞ、ないぞ。あった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 。あった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 ー。四つ目。あと二つ。太枝が二つあれば。オッケーなのですが、どこにあるのやら太枝。夫婦ゲージがない、もう死ぬ。とりあえず、ピリンから桃かけを食べる、俺は。ラスト1個を食べる。食い尽くすのだ。あれか。あったあったあった。枝発見。てい。ドロル発見。死ね、死ね、死ね。死んで浴びろ。よし、行こう。もうっととこ。とっとだ、とっとだれ。死んで浴びるがいい、ドロルよ。でもドロルじゃないな。ドロルメイジか。ドロルなんちゃらや。ドロルボンバー。ドロルボンバーはもっと強いやつか。ドロルなんちゃらや、たぶんあいつ。こいつの正式名称は俺にはわからん。ただドロルではない。ドロルは色もっと違うからな。カタツムリ。エスカルゴンが。デンデムシかもしれん、あいつもしかしたら。よし。とけ。いつか何の役か、何かの役に立つかもしれんぞ。そう思ってとけ。どっちか何個も言うやん。とけ。コンボ以上の武器欲しいな。できれば。できればわし欲しいんです、コンボ以上の武器が。よいしょ。オッケー。よーし、結構今回で集まったんじゃなかろうか。病室ができるぞ。まあ、外壁のためにここはね、残しときます。残しときます。残しときます。残しときてますって意味やからな。トン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 。あ、3つ作ってもだ。まあ、ええわ。ミスった。もったいないことしてもだ。もういいわ。紐作ろう。紐を作れい。タララマ、作ろう。タライタライタライ。なに？え？今あるやん。あ、取ってない感じ？取ってない感じ。取ってない感じ。取ってない感じ。感じ、感じ。よし。後期ベッド。いいね。ここも置いとこう、ベッド。よし。ひもひもひも。ひもとこ、ひもとこ。タライ作りまーす。タライ入りまーす。トン。たらいを、置きまーす。来たー、病室できたー。それらしい、確かに。かっこいい。エルの設計図が完成した。パンパン。病室初めて作った。やったー。いいね。病人が安心で治療受けられる。お、病人の治療できる。お、さっき、カカカカカって。なんと素敵な。お、なんということでしょう。これはまさしく私が考えた病室そのもの。ヒカル様、ありがとうございます。なんと俺を申し上げたらよいか。あ、病人、乗してエンチャーのベッドに。ヒカル様。人間はいずれ滅びく存在。山に抗っても意味はないという人がいます。
病にかかった人々は自分自身が持つ病と戦う力を信じようとせず、全てを諦めてただ黙って訪れる死を待つだけです。しかし私は信じています。人間には病に打ち勝つ知恵と勇気があると。ガル様、作っていただいた病室でこの島にはびこる病を共に根絶いたしましょう。行きましょう。さあ、そうと決まれば病院に連れてこいってことか。もちろんヒカル様も協力してくれますよね。そうですよね。任せろ任せろ。お、めっちゃありがとう。スーパーありがとう、L。はい、オッケー。はい、というわけで、とりあえず今回はこれで終わりまして、病室ですね、完成しました。なんとなんとね、病室でーす。よく倒れそうだ。あ、お腹すいた。次はこの続きからやっていきたいと思います。ありがとうございました。